ノホックムルピラミッドコバーは、メキシコ、キンタナロー州北部にある大規模なマヤ遺跡である。世界遺産に登録されていないこともあり、日本での知名度は低い。ユカタン半島の有名な世界遺産であるチチェンイザから、東6 0トルカリブ海に面したトゥルムから北西4 4トルに位置する。最盛期には5万人以上の人々が、 約80平方キロメートルのエリアに住んでいたとされる。多くの建造物はジャングルの中に点在し、石と漆喰で作られた16本以上の道でつながっていた。この道はサク部と呼ばれ、中央部から周囲に放射線状に広がり、東はカリブ海まで、西は100キロメートル離れたヤシュナまで続いていた。各建造物のデザインはチチェンイザやウシマルなどで知られる。 プーク式よりも、グアテマラのペテン地方の影響が強い。ユカタン半島は、石灰岩でできた地盤の影響で、河川や湖床がほとんど存在しないため、周囲に複数あるラグーンやセノオテに、水の供給を頼っていた。グループ B 軍古天気から5古天気にかけて、マヤ族の王国の一つとして繁栄した。一世紀頃までに農耕が発達し人口が増加し始める。 発展に伴い多くの建造物が作られたが、特に紀元500から900年の間に建てられたものが多い。古い建造物の修復を繰り返しながら、スペイン人がやってきた16世紀までは次々に新しい建造物が作られていた。人口の最盛期は紀元800-1000年頃とされ、その後の人口減少の原因には、 周囲のマヤの国々との争いや農耕地の疲弊などが考えられる。また、スペイン人の征服を受ける頃には外部から持ち込まれた天然灯が大流行した。周囲の国々との交易は盛んで、特にカリブ海沿岸のトゥルム、シカレ、シェルハ、タンカーラの港を利用し、現在のベリーズやホンジュラスのある港諸国とのつながりが大きかった。 最大の建造物であるのホックムルは高さの42メートルのピラミッドでエルミラドール、ティカル、カラクムルなどに続くマヤ遺跡の中でも特に高さのある建造物である。これはウシュマルやチチェニーツァよりも高く、ユカタン半島においては最も高い。観光客にも頂上まで登ることが許されており、当時の支配者と同じようにジャングルの地平線を眺めることができる。 スペイン人に征服された後、長い間ジャングルの中に手付数のままになっていた。ジョン・ロイド・スティーブンズが1841年にその存在について最初の報告を受けていたが、当時はジャングルを横断する道路もなく、アクセスが困難であったために調査を諦めた。また、カスタ戦争の影響もあり、外部の人間が訪れるのには危険な時期でもあった。例外として、 写真家のテオベルト・マーラーが1893年に短期間滞在し撮影を行ったが公表しなかった。1926年2月、アマチュア体験家のトーマス・ガンがマヤ族のハンターたちの協力を得てコバーを訪れる。彼はこの遺跡に関する初めての記述を発表することになる。その後、ガンはエリック・トンプソンを現地に送り、 彼は1932年までに何度も調査を行った結果を発表した。数々の遺跡群についての記述は、考古学者のシルバヌス猛霊による後の探検を促すこととなる。それでも現在のような舗装路が1970年代前半に開通するまでは来訪者はごく少なかった。1970年頃に形作られたカンプンが、 大規模な高級リゾート地として世界的に有名になるにつれ、日帰り旅行向けの観光地として知られるようになる。1972年、メキシコ国立人類学歴史研究所による本格的な発掘調査。いくつかの建造物を修復、整備。1980年代になると道路が延伸されてバスの運行も開始、少ないながら宿泊施設も建てられた。 修復や整備が繰り返し行われて、現在に至る。ただし、歴史的建造物の多くがまだジャングルの中に残されており、今後のさらなる調査が待たれる。カンクンからベリーズに達する非常に美しい海岸線はリビエラマヤと呼ばれ、近年、リゾートホテルが次々に建設されている。そのため、来訪者は増える傾向にあった。 ノホックムルピラミッドに登ることがこの遺跡の最大の観光的魅力であり、登場はまだ禁止されていないが、されるまでは時間の問題。コバー村の人口は約1100人ほどであり、住人はスペイン語の他に、マヤ語も堪能で、老齢者にはスペイン語を話せないものが多い。また、英語はごく一部の者のが返す程度である。付近には舗装されていない道がジャングルの中に続いており、 マヤゴしか通じない村が点在している。数少ない娯楽として、カラオケバーがある程度で、夜間は街灯の下で談笑していたり、バスケットボールなどに興じる住人の姿が見られる。決して治安は悪くない。ホテル、レストラン、土産物屋などが数軒ある。バヤドリとカラトゥルムまで通じる、舗装路が村の前を通るが、路面状況はあまり良くはない。 特にチェーマックスから村までの区間は路面に直径50センチメートルを超す穴が無数に開いているため車の運転にはやや注意が必要である。ノホックムルピラミッド頂上からの景色。ありがとうございます。